ええ天気ですが、例によってあのボール蹴り明けなんでクタクタや。ちょっとマウンテンバイクはお休みです。マチブラ弁当やな、ワンコイン弁当や。ここは、西区なのか大正区なのかよくわからんところだ。西区か、まだ西区かな。今日のお昼ご飯もなんとかこれで済まそう。令和5年の500円、新しい。ええ天気ですね。ビーホースです。今日の僕のお仕事は500円で弁当を買って食べる。以上。大変や、なかなかね、500円の弁当を探すのすごい大変なんです。重労働。ドームが見えるね。大阪ドーム、京セラドームか、どっちだったっけ。まあそんなことはどうでもいい。弁当だ、弁当を仕入れないと。500円弁当を探して食べるのも大変やで。100キロサイクリングより大変や。なかなか見つからなくなってきたし、あと探しても探しても全部唐揚げ弁当、唐揚げ弁当になってまうからね。他の弁当はもう550円とかや、唐揚げ弁当が一番安い。もうそれかもう海苔弁や。海苔弁なんかもうどこで食べても一緒や。ぶっちゃけどこで食べても一緒や、海苔弁なんか。唐揚げも菜を探すのが結構難しいねんな。海苔弁となるともう評価のしようがないよ。この辺あんま詳しくないね。ただあの前に一緒に走って何回か食べに行ったことある、あの船場センタービルのカレー屋さんがここ見つけましたよって教えてくれてる弁当屋さん。調べてみたら大正区やってる。なぜ大正区なの、全くイメージが分かんぞ飲食店の。あの辺は何もない、大阪市内でも屈指の何もない地点やのに。大正駅の駅前から南に200メートルぐらいいたところにある、全然 Google の評価もついてない、多分新しくできたところやろ。カレー屋さんどうやって見つけてきてんの、この間の。まあ弁当より帽子かいっていう話だけど、もう唾ボロボロで。これちょっとヘディングしすぎた、ヘディングしすぎてボロボロになったの。あ、ここや。よくこんなとこ見つけたな。リガーリラックスか、500円安い。もともと450円やったらしい。大盛りじゃなくてもお盛りくださいって、ご飯お盛りくださいって言ったら無料でお盛りできますので、どうぞご自由になってください。はい、はい、ありがとうございます。はいはいはい、よっしゃ、大盛りで500円、安いんや。デラックス弁当が500円って珍しいな。で、唐揚げ弁当の方が高かった、550円。ワンコインじゃなくなるやん、ツーコイン弁当やん。ちょっと企画が狂ってしまうから、やっぱり俺ワンコイン。ドーム横の川の遊歩道、桜またバッチリ残ってるやん。ここでご飯食べまっか、食べまっか。ちなみにこの辺、あの自転車押してくれって書いてある。押してくれよって、押してるよ、押してるよ。よいしょ、暑っ。 おしゃれだ、なんか召し上がる。マウンテンカレーの荒木店長から教えてもらった。大正駅の南側にあります、ここ見た弁当のデラックス500円と安い、まあ、残念ながら作り置き系やったけど、まあ、いただきましょうか。うん、エビカツやん。これ見てもらうか。うん、ヘルシー、野菜多め、うまい。結構飯詰まってるやん、いいじゃないか。こんぐらい食べると全然腹ふぐれへん。なかなかここ静かでいい感じやな。昼飯食べるには絶好のポイント。こっち側のピザ屋も気になるな、うまそうなんだけど。ここの桜はちょうど見頃、何枚か写真撮っときますか。パシャパシャと。弁当食い終わったんで、パン買いに行く。パン2週間ぐらい食べてない。
うわぁ、パワーがなくなってきたね。パン食べないとなんか。パン。撮るよね、写真。綺麗に咲いてるもん。さっきのドーム前からそれほど離れてませんが、ここは堀江。パン屋天国堀江です。なんかすごいおしゃれなパン屋がオープンしてますわ。買おうか。デニッシュアンバター、いただきます。うまっ、うまいよ。結構しっかりめでサクサクっとしてデニッシュ。もうデニッシュはボロボロ崩れるから、ほんとあんまり家で食べたくない。さっきのおしゃれなパン屋さん、あんパンのあんはね、なんか和菓子に使うみたいな上品な味付けで、クリームパンものすごいクリーム入ってて、お腹パンパンになった。あれで250円なら安いな。いい店見っけ。おっとっと、ごめんなさい。腹パンパンや。帰るわ帰るか。いや、腹パンパンだし帰らないと。まだ1時なんだけど、ちょっと今日は早く出過ぎた。いや、もう早めに終わってもお昼寝しようか。帰ってお昼寝しようか。一気にちょっと食べ過ぎたんか眠くなってきた。あと暑いな今日。暑いな。出かけは寒かったのにな、日が出たら暑くなってきた。夏やもん、夏夏夏。どうしようかな。去年はあれだ、北海道行ってたけど、まだ北海道ですか。お金がありません。今年の夏はどうやって過ごそうかな。お金がありませんわ。部屋に閉じこもりますわ。すきっぱなに弁当とパンをたらふく詰め込んだら、もう急激に眠くなってきて、まああったかいしな、ちょっとね、こう1時間寝ようと思って横になったらさ、5時間寝てまっか。夜やんけ、昼寝ちゃうやんけ。春眠暁を覚えずとはよく言ったもんですが、ちょっとね、週末に予定あるんで昼夜逆転するのやばい、ね、だから今日はちょっと徹夜して、明日ぐっすり眠りましょう。ほなまた。